はい、皆様こんにちは。リヒトドゥンケルハイトでございます。仮面ライダーサモンライドを実況プレイ続けていきたいと思います。さて、今回からなんか星3の難易度が上がったところに行く感じで、どこに行こうかなって感じなんですけど、前回どこに行ったかもう覚えていませんということで、今適当に左上から行きましょうか。絶対エンデルガスは行ってないんだよな。最後にまた色変わってる。エンデルガス行こうか。確実に前回のラストではない。私たちの力見せてやる。恐怖の火遊び、中枢で暴れてる敵軍団を倒せ。行こう。何が出るかわからない。怖いよ。はい。おお、なんかすごいアングルから、やーだー。もうすでに敵が見えてるし、こうあれな、ちょっと待って、左から狙われてるんだよ。それはひどくないか。おい、それはないよ。マジでそれはなくないか。うおー、高低差的問題で当たらないけど怖っ。え、誰あいつ。リフトを使えば向こうまで行けるな。誰あいつ、マジ。おー、ぶわ、怖っ。あ、ぶわ、嘘、もうこんなに。いや、もうなんだろう、なんて言ったらいいの。オーブラ、難易度が高いからっていうことで、まだ、オーケー、左が、じゃあ、右がまだっていうことは、左を先に行った方がいいな。いや、マジあいつ腹立つんだけど、なんか投げてるし、落ちた。いやー、なんだよあいつ、いきなりエンデルガスはほんとマジ鬼畜だな。完全に殺しにかかっているわ。いやー、でもあいつって放置するしかないのかな。降りることもできないしな。まだ撃ってるし、うるせえし、なんかテレリンっていうあの音は何なんだよ。ちょっと待って。無理。ここは何もない、何もないならいいんだけど。いや、もうマジ死にそう。あ、戻ってきた。よし、絶対あそこ囲い来るよ、絶対。来たー、もう来ないでくれよー。ちょっとまあいいや、無理やり行こう。あー、ちょっとブラストじゃない、ブラストはあかん。ブラストはちょっと時間がかかるからダメだ。こう、なんだろう、走り切りでなんとかならんか。なんともならんかもしれん。早く、熱い、おりゃ、もう死にそうである。やだ、いや、もうダメだ。熱で死ぬってことあるのか。危ない。いや、なんか微妙に回復したんだけど。微妙に回復した理由は何なんだ。よいしょ、怖い。誰かいる。あー、ダメだ。サモンライド。ここはアギトさんで行ってみよう。今のところ一番レベルが高いアギトさん、なんと現在人だけレベル24。すげえな。まあ、あのゴボルレイクでのソードベントとかな。ソードベント、ちょ、ここはあれだな。痛い、誰かいるし。ちょっとこのアギトさんですら結構食らってる。誰かライトかよく見えないけど、よし、ありがとう。まずい。できるできる。オッケー、ちょっとこれはきついな。最初からメダル出せばよかった。おりゃ。ちょっと帰っちゃったか。まあ大丈夫だろう。うえ、アギトさんですらこんなんか。アイテムゲットだ。やば。やば。誰か回復持ってる人いないかな。熱い。あ、これ回復っぽいな。次出そう。と、いや、危な、落ちるとこだった。リフトに乗って移動だほう。いや、もう、ここほんときついわ。エンデルガスのきつさは何なのっていうぐらい、完全に本当に更新かかってるもんな。お前だよ。お前誰だよ。ゼロドスか。お前マジ何かと思った。危ない。生きてるね。よし、ちょっと待って、
外からアゼロノスが撃ってきている。いや外じゃないけど、外じゃないにしても、あーダメだダメだ、そんなことあるっていうぐらい。サモンライ、これ次にレベルが高いカブトさんだけど、いやでもこれきつい、おかしいおかしい、何ここの難易度、殺しにかかってきてるもん。これでしばらくパワーアップだ。強化ライドで無理やり行く。熱が伝わってくるよ。ほらほら、あでもほとんど倒してくれたのかな、もしかしたら。オッケー、いやもうマジマジなんなの腹立つわ、きつすぎ。ワロタなんだけど、これこっちにいるのかな、結構なんかあの落ちてよくわかんないのが移動してきちゃったから、自分がどこにいるかがよくわらん。属性を合わせれば通れるよ。黄色か、ちょっと待ってくださいね。サモンライズ、サモンライズ、デンオ、はい、レベルは高くないけど、まあ、とりあえずまあネタ枠的な感じでレベル3一応上がってるっていうね、一応ちょっと上がってるっていう。よし開いたぞ。いやもう怖っ、やだやだ、本当にきつい、ここ本当なんなのって感じだね、本当に殺しにかかってるな。なんか向きが変わった。移動だ、あれ、ここさっき私が落ちたところじゃないか。そうだよな、ゼロノスいるしな。ゼロノス、お前のせいで、お前しかも赤いってことはゼロフォームだろう。ちょこいつ倒したい、でも何もしてこない、バグってんのかな。こっち殴れる、あ殴れるわ、あでも落ちる、そうなるよね、あそこのゼロノス罠だな、熱が伝わってくるよ。そこのゼロノス罠だろう、いや多分あのまま進んでもいい、いやで、え、そう、これ正規ルートじゃないのか。ホワイトオーラゲット、え、ってことはまた一時戻らなきゃいけない、めんどくさ、なんだよここのめんどくささ。んでこれはいいんだな、これを使って、うん、そうそうそう、それでゼロノスがあっちにいてだな、もうめんどくさ。でここラストかな、ラストっぽいな、左下に何かがあるってこと覚えておきたいけど忘れそうだ。あーまたダグバゼバさんだ、早速使う、早速使うし、あとそうだな、ディケル呼ぼうか、ディケル呼びます、さっきちょっとお亡くなりになった、無理やり行きたい、おーすげえな、胸からの、おらおらおら、もう終わる、もう終わる、いやー、オッケーオッケー、この間によっしゃ、無理やり行け無理やり行け、もうさっきまでの歌話みたいなぐらい、俺の超必殺技、誰かいるな、よっしゃ、ディエンド、そこは危ないよ、逃げた、おお。ディエンドさん頑張って、よいしょ、リュウちゃんは出てこないな、リュウちゃん出てこないな、リュウちゃんはまだ覚えてないのかな、レベル的に覚えてないっておかしいけどな、うっせえな、なんかガン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 すごい、危ない危ない、これぐらいならいける、攻撃力があれだけど、行った、行ってない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 、攻撃力が足りねえ、さっきから何の音なんだよ、ちょっと待って、あーでもなってる、アイテムを拾ってアイテムゲットだ、さらにここ降りて飛んでみる、何がある、あー戻ってきた、なんだそれ、ウェーダー、なんか取り逃してんのかな、いやゼロのさあれひどくね、あれはないわ、何かと思った、いやつら、はい、いやエンデルガスマジマジ鬼畜だわ、ね、この調子でわしの故郷エンデルガスを取り戻すわ、いやお前の故郷最悪だよ、頑張りましょう、僕らに任せてくれって、いや頑張ってるライダーたちなんだけど、わしにできることなら何でもやるほわ、一番こいつ何もできてないからね、そういえばミヌークはフクロウだよね、なんだほ、急にどうした、今更そんなこと、
見た通りの立派なフクロウだほん。はい。少し丸っこいですけど。それは言わない約束だほん。わしも気にしているほん。そうなのか。そう、それだよ。そのわしだよ。え？わしがどうかしたほん。いや、フクロウなのにわしとはこれいかにってこと？フクロウなのに自分をわしと呼ぶのは変じゃないかって思ってたんだ。わしは鳥のわしではなく、私のことを意味するわしで。なんだか私も混乱してきました。うん、面倒だからミヌークはフクロウではなくわしとして生きるんだ。なんで？それはわかりやすいですね。そうか。わし抜きで勝手に話を進めないでほしいほん。でも見た目がわしっぽくないっていうことで結局ダメなのでは？何の話をしてるんだよこいつらは。いつもなんでこいつらこんなに楽しそうなんだよ。お前ら腹立つわ。ちょっとどうしよう。次はこっち行ってみようか。いやー厳しい。僕たちの力。バットパンダやリボーンか。まあ、とりあえず行きましょう。さあ行こう。期待してるぜ。ほいっと。誰もいない。風が吹いていて。おー風か。動きづらいかもね。っていうことはちょっと緑色の人に変えたいところではあるけど、まあとりあえず行こうか。それにしてもエンデルガスの殺意の高さは一体何なんだよ。は？あれは何のマークだっけこれ？これはオーズかな？ちょっとあんまり自信ないけど変えてみましょう。サモンライド合ってるっぽいな。よくあのマークでわかるもんだよ。よくわかったな自分。そんなにオーズ見てないはずなのに。この胸のマークですね。これよっしゃいた。まあ、オーズさんあんまり出せてないけど、出したかどうかも怪しいぐらいだからな。ふぅ、なに、誰だ。またテレポートかっていうのもおかしいなもんだけど、ちょっと人を出したかったのにもう死んだ。サモンライド、サモンライド、響き、はい、響きさんの走り抜け攻撃でなんとかならんか、ならんかもしれんけど、あと人を呼ぼう。と呼びます。おし、あ、メダルじゃない、チップが反応しない。うりゃー、この走り抜け強えな本当に。なあ風、それは想定外で悪い。クリスタルケージの属性と共鳴。お、属性共鳴きた。誰だこいつ、誰だこいつ、こいつは誰なんだ。あ、なんかこいつ名前忘れてたけど、なんかバトライドボーでもちょいちょい出てきた気がする。いけー、倒せないか、まだ倒せないか。長いでこいつ、ちょっと飛んでるんだよな、ね、こいつ。押した押した、結構食らってしまった、つらい。てか人呼ぼうとしたけど呼べなかったっていうね。よいしょ、ホワイトオーラゲット。緑色の人を風属性に変えた方がいいかもしれないな。ナイス。ああ、いや、あってるあってるあってる、戻っちゃったかと思ったよ。あっちが正解だった。よいしょ、あ、そう戻る。とりあえず響さん死ぬまで頑張ってもらおう。これはこのままでいいのかな。よいしょ、それで、おお、ブクサー。とりあえず走り抜けで、走り抜けで頑張ってもらう。おらららららら、いやこれ強いな本当マジで。もうそれやって、あ、死んだ。サモンライド、はい、クーガーあんまり出れない。なんかボス戦でちょっと顔出ししただけだからな。そんなこと言ったらリュウキさんなんか全然働いてないけどな。あ、リュウキさんここ風属性だから、あれトレー出そう。なんか食らったけど、相打ちっぽかったけど、ここなんかありそうな気もするけど、どうなんだ。いやでもこっちがなんか正規ルートっぽい流れになってるな。間違えたな。でもさっきの矢印だとあっちが正規ルートっぽかったから逆の方に行ったんだけど。はい、はい、ちょっと待って。うりゃ、おお、なんだなんだその動きは。危ないかも。よいしょ、ちょっとあんまり大丈夫ないかも。痛い、あんまり大丈夫くないけれども、
おっしょ。だっ、いや、ふっ、おい、いや、ふっ、だおし、うっ、なんで殴られる、こいつマジ、だっ、こいつ、いや、これが、こいつが一回一個なんか身代わりみたいになって消えてしまうのが、いや、はぁ、よっしゃ。あ、でもこのままだと終わりそうだな。でもしょうがない、もう戻れなさそうだし。あ、ラッキーだ、黄色、ちょうど黄色だった、ちょうど黄色でよかったけど、うわーこれ終わっちゃうな。ホワイトオーラゲット。ちょっと待ってね、一応クーガーの強化ライドを用意しとこう。ん、でもあっちに矢印行ったの全然わけわからなくなってる。ん、これはこうで、風が吹いていて動きづらいかもね。あ、危ね、落ちる落ちる、取る前に落ちたら悲しいから。これは戻ってきたっぽいな、戻ってきたっぽいな。いや、それはそれで、いや、ここつらいな、ここちょっと変えようか。サモンライズ、サモンライズ、リュウキ。さあ、リュウキさん全然働けてないから働こう。まあレベル1だからすぐ死ぬ可能性もありますが、特にここ細いのに結構敵がガンガン攻撃してくるから。今のところいないか、いや、いる、あいつな、あいつ面倒なんだよな。とりあえず走り抜けで、それで通り過ぎ、あー通り過ぎ、笑った。この後の攻撃が、よしよしよし、お、龍騎も結構あれか、あれ持ってんのか、はい、はい、はい、危ないよ。よし、よし、よいしょ、いやーめんどくさい、あいつ時間かかるよこいつ。いや、リュウキさんの攻撃力がないからなんだろうけど。風の流れをうまく使うんだ。落ちたーん、もういっそのこと放置していきたいレベルなんだけど。後ろに、オッケー、後ろに回り込んでっていう感じなんだよな。こいつらがいっぱいいるっていうのもマジ面倒なんだけど、落ちはしないんだよな。うん、落ちはしないということは分かったから危ない。よいしょ。で、ほっ、ほっ、一回、危な。よし、これで。はっ。オッケー。倒した。あ、結構早めに倒せた。はっ。よいしょ。クリーンヒットさせれば。だ。だ。で、はい。はい。だ。ダメだ。すぐに外れてしまう。だ。おお、なんか当たった。当たるんかいって感じなんだけど。で、ほっ。よし、後ろに回り込んで、オーケーでーす。風が吹いていて動きづらいかもね。いいドロップキックだ。よし、まあ風の影響は受けないから、これは、おお敵がいる。なんでー、そんなの当たるっていう感じだけど、向きが大丈夫、そんな水です。よし、ダメだな、ここなんか向きが勝手に変わる。うそ、今避けたと思ったのに、見づらい、結構減らされてしまった。敵無視していいかな、でも S にならないんだよな、敵無視すると。敵はできるだけ倒さないと経験値が、気をつけて風が吹いてるよ。いや、見ての通りって感じ。あ、でもあっちは正規ルートっぽいからこっちかな、あっちにとりあえず物があるからこれをゲットしといて、アギトのレシピで避けられる。ダッ、ほ、いやー、ダメか、でや、よし、この通り抜けで、あー、よし、いける、ダダ、ここは避ける、よし、ダほ、ほ、これは避けられるか、あー外れた、でや、オッケー倒した、よし、無駄に時間かかってんだけど、こいつ倒すのに時間がかかってしょうがない。
これはこう、こうでいいのかな。うん、こうだな。龍騎の強化ライドってないからな。風が吹いていて動きづらいかもね。これは守る。え、この下は？あ、なんかあるわ。よし。んで、これ多分右だな。ちょっと待ってね。こいつめんどくさいから。よし。ここは避ける。よし。危ない。そっからも届くのか。でもこのまま行くとあっちに行っちゃうんだよな。だから倒していきたい。え、嘘。サモンライド。なんかだんだん疲れてきた。はい、まあ、風が強いんでちょっと風属性のキャラクターを使ってなんとかしたいと思います。結構レベル一番風属性でレベルが上がってるのがダブさんかな。危なっ。通り抜けじゃないのか。よし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 。あいつはとりあえず高低差的に当たらないっぽいから一旦無視をする。とりあえずこれで、これまだ取れない。取れそうで取れない。よし、じゃあこれで、よし。で、一旦ちょっとここから敵の攻撃を誘いの、よし。いっ、オッケー、オッケー。なんか出るだろう。よし、とりあえずなんか要望。いや、強化ライド行こうか。強化ライドプラス、さっき呼べなかった、やろうと思ってやらなかった。アメージング。やば、アルティメット、アミージング、アルティメット、クーガークリスタルチェイズの特性と共鳴。オッケー。あ、でも強化ライドやってんだから、ん？これはできないのか。誰か呼ぼうか。じゃあ、よいしょ、アクセルさん。まあ、まさに仲間っていう人に呼びましたね。よし、行け、二人で、あーん。あい、当たらない。ナトリが全然見えてないんだけどな、敵が。いいね、アクセルさん頑張ってるね。あ、帰っちゃった。いけるか。もうちょいでした。どうしようかな。あ、これダメだ。これは、よいしょ、よし、オッケー。微妙な攻撃だったよ。アイテムゲットだ。よっしゃ、あー疲れた。なんか時間かかったわ。こういう時には早く終わってくれないんだよな。無駄な動き。いやー、めんどくさかった。とりあえずエースは取れたからいいとしよう。よし、あ、少な、少ないよ。あれ、ホワイトオーラ3つねえし。いまいちだったな。はい、はい。はい、あー疲れた。めっちゃ時間かかった。2人とも、またかい。お帰りなさい。メモル、ちゃんと案内できたほう。強い風が吹く谷の連続で、迷子になるものも多いですからね。いや、一本道だから基本大丈夫です。なんて言ったって、僕は妖精のリーダーだからね。マジで？なんということだほ。意外な事実ですね。本当にね。ひどいな、二人とも。僕のことどんな風に思っていたの？リーダー一人がなんかのこのこ生き残ってるってどうなのって感じなんだけど。リーダーに選ばれたのは選挙？選挙？あー、ごめん、飛ばしちゃった。なにそれ？では、どうやって選ばれたのですか？そりゃ風に乗るのが一番うまいからさ。あ、そうですか。鬼ごっこにかけっこ全部一番さ。なるほどだほん。納得です。なるほど、逃げるのがうまいってことですね。少しは見直してよね。うん、まあいいや。とりあえず今回はここら辺で切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。